はい、最後数秒、中央なびら、皆様おはようございます。令和首里城復興イベント実行委員会委員長、沖縄県知事の玉城デニーです。いよいよ、首里城正殿復元工事の起工式が開催されます。本日は、起工式に合わせて、県が実施する令和首里城復興イベント小引式のメインイベント、首里城木遣行列を開催いたします。多くの皆様にご参加いただき心から感謝を申し上げます。木遣行列は琉球王国時代から続く首里城の造営や修繕の際に使用する木材を運ぶ祭事であり、平成の復元時にも実施をいたしました。平成復元時の木遣行列と大きく異なる点は、今回運び込むお材木が国内外の皆様から寄せられた寄付金を活用し調達した木材であることです。後方にございますお材木は国頭村のご協力をいただき、やんばるの森で調達した大変貴重な沖縄裏白菓子でございます。今後国王の着座するウサスカ上部の梁として使用予定であり、象徴的な部材として末永く首里城を支えてくれると考えています。10月29日に国頭村を出発し、県内各地でお披露目しつつ運んできたこのお材木をこれから首里城へとお納めいたします。今回の木遣行列には一般公募により県外も含め多くの皆様にご参加いただいております。また首里地域の皆様には行列のみならず旗頭をはじめ地域芸能のお披露目、そして首里高校吹奏楽部、城西小学校、城南小学校の児童にもご参加いただいています。さらには小引式を応援する事業を実施する企業団体の皆様にもご参加いただきました。多くの皆様のご協力に心から感謝を申し上げます。首里城復興を願う皆様の思いがこもったお材木を一緒に首里城に届けましょう。それではいざ首里城令和の小引式出発。
Thank you.
今年27度になる気温だと。
が並べてるぞ。やんけい。すごいな、激しいですよね。首里振興会婦人部によります首里音頭です。首里音頭は昭和35年に行われた第1回首里文化祭に首里復興と青少年健全育成のために創作され、教育祭りとして祝賀パレードをする際に地域の PTA 関係者、各町の婦人部の皆さんで踊られました。本日は首里城復興を祈願して演舞いたします。首里音頭です。それではどうぞ。
長さんと挨拶して本当に続きまして、アハレン本流継戦会です。創作の名手と謳われた初代家元アハレン宝慶が首里山川町に琉球舞踊研究所を立ち上げ、現在では2代目3代目と受け継がれ、広く県外や国外へ展開しています。本日は首里城創建を舞踊化した築城の第2幕、国神の御用材伐採の中の一部、クンジャンサバクイをご披露いたします。創作舞踊クンジャンサバクイです。それではどうぞ。ついその首里高校の3階場所みたいな。
続きまして、応援事業実施企業および団体の旗が続きます。うちに金出しました。そう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 ね。個人名で出すの？なんかそうね、会社名って。会社名でいいの？ねえ。ご視聴ありがとうございました。